放送席、放送席、そしてイーグルスファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。ナイスリリーフ、今シーズン初勝利を挙げました久保投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。塩見投手の後のマウンド、どんな気持ちでマウンドに上がったんですか？そうですね、とにかくゼロに抑えることだけを考えて、投げました。5回6回とランナーは返しませんでした。粘りの投球でしたね。根性です。ピンチのところで内野ゴロ、これ印象的だったんですが。そうですね、最後は打球当たって、ボールの行方ちょっと分からなかったんですけど、グローブの中に入ってたんで、ラッキーと思ってファースト投げました。これでチームは3連勝、後半戦に入ってからは8勝1敗と素晴らしい成績ですね。そうですね、野手の皆さんよく打ってくれてるんで、僕らも野手が取ってくれた点数を守りきる、それだけを考えて、やってます。さあ最後になりますが、久保投手はここ福岡が地元です。多くのお客さんも今日は声援を送ったと思いますが、ファンに向けて最後に一言お願いします。そうですね、ちょうど100回大会で、母校が甲子園出場を決めたんで、それを励みに、いいピッチングができてよかったです。ナイスピッチングでした。久保投手でした。ありがとうございます。久保優也投手が今母校が甲子園出場を決めたんで、それを励みにという言葉がありましたが、しかし彼自身この今回初勝利、これは嬉しい勝ですね。斉藤さん、そうですね、こういう接戦の中でのリリーフでね、本当に、価値ある、ね、一勝だったと思いますね。まあ、チームはね、順位的には厳しい状況は続きますけどね、まあ、それでも、まだまだ先は続きますからね。